何回か顧問に言ったけど、まだ全然実感が湧かない。けど、またバレエを踊るために、絶対諦めたくない。フラグメントを集めて、原種を倒して、元の生活を取り戻す。でも、まずは文化祭をどうにかしないと。はあ。二人は、まだ来てないか。今朝は大したニュースもないな。ん？またこのロック歌手、全国ツアーするんだ。すごいな。もう結構な年のはずなのに。服装や髪型もド派手だし。二人が来たら聞いてみよう。ねえ！何？うん。あなた、魔法少女でしょ！え？それとも宇宙刑事？はたまた異世界から来たエージェントってやつ？何なの突然。っていうか、あなた一体誰？そういえばまだ話したことなかったっけ。私は一ノ瀬亜子、放送部なの。放送部？この学校に関する事件を調べて記事にしてるの。話が全然見えないんだけど、その放送部さんがなんで私に。時期外れの転校生、謎めいた雰囲気の人間関係、私のジャーナリストとしての勘が告げてるの。これはどこかの国のエージェントか異星人、あるいは変身ヒーローだって。私、転校生じゃないの？事情があって、最近まで登校できてなかっただけで、最初からこの学校に入学してたよ。そんな、せっかくネタになると思ったのに。なんか、ごめん。でも、どうしてそんな突拍子もないことを考えたの？私が、その、魔法少女だなんて。それは白井ちゃんの隣にいる二人のせいだよ。ユズとライムのこと？うん。あの二人いつからいたのか全くわからないんだよね。え？最初からいたんじゃないの？少なくとも入学式の写真には写ってないんだよ。なのに、いつの間にか当たり前のようにクラスにいて。怪しいでしょ？そうだね。ねえ、一緒にあの二人のことを調べてみようよ。え？なんで私が？だって白井ちゃん、放課後とか結構あの二人と一緒にいるし。クラスの隣人が素性不明とか気にならない？それは、まあ。よし、決まり！じゃあ一緒に探っていこう！おはよう！じゃ、よろしくね。おはよう、ひなちゃん。あっちゃんとお話なんて珍しいね。というか、初めてじゃない？何かあったの？別に大したことじゃないよ。ふーん。
ひなちゃん。日本語っていうのには全て意味があります。え？だから一つ一つの国民の名前とかもね。どうしたの？さっきからこっちをチラチラ見て。漢字っていうのは なんでもないよ。日本語っていうのには全て意味があります。お？だから一つ一つの国民。うん。あそこは確か演劇系の本棚だったはず。なんでそんなところ調べてるのかな。はっ、まさかどんな場所にでも自然に溶け込めるように。多分文化祭の出し物を調べてるんじゃない。うん、そういえば二人とも実行委員だったね。はあ、昼休みも収穫なしか。別に何もなかったね。結局何もわからないままか。特に隠し事はないってことなんじゃ。いやいや、あの二人は絶対に何か隠してる。私は諦めないから。ひなちゃん、ひなちゃん、どうしたの？何かフラグメントの手がかりでも見つけた？ううん、実は今日ゆずたち用事があって帰らなきゃいけないの。だから一緒に活動できないの、ごめんね。そっか、わかった。じゃあまた明日ね。うん、また明日。バイバイ。今日は私も帰るか。白井ちゃん。何？チャンスだよ、二人の後をつけてみよう。え、また？今日散々調べたじゃん。もういいんじゃない？けど、あの二人が放課後何をしてるか気にならない？それは、まあ。これで最後だからね。はあ、分かったよ。周りの目が。肛門を出た。ほら行くよ白井ちゃん。うん。なんだろう、高そうな車。どこに行く？うちは逆方向だろ。寄り道せず帰るよ。いつも注意しているだろう。ごめんなさい。あのおじさん、一ノ瀬さんの知り合いかな。ごめん白井ちゃん、私行かなきゃ。うん、わかった。私から誘ったのにごめんね。それじゃあまた。うん、また明日。何だったんだろう。あれは少しまずいかも。うん、ちょっと良くないね。うわぁ！わぁ！びっくりした！驚かさないでよ！それはこっちのセリフだよ！っていうか、いつの間に。さあ、いつからでしょう。
そういえば、あっちゃんとひなちゃん、今日ずっとゆずたちの後をつけてきてたよね。気づいてたんだ。丸わかりだったよ。あ、まさか、一ノ瀬さんの記憶をいじったりはしないよね。これ以上絡んでこないように。さあ、どうかな。横になろうかな。一ノ瀬さん、今日は結局学校に来なかったな。あれ、ユズとライムは？ひな子、サラサ、どうしたの？何って、今日は学園祭の打ち合わせをする日でしょ？え？聞いてないけど。ユズとライムには伝えておいたんだけど。はぁ、とりあえず了解。何人か誘ってみる。参加型イベントとかは？クイズとかマスゲームとか。それはちょっと調整が大変じゃない？会場の確保も難しいし。じゃあ喫茶店なんかどうかな。飲食系は準備が大変だし、衛生面が不安かな。そっか。じゃあ今日は一旦ここまで。また後日話し合いましょう。解散。ひな子、どうかした？ひな子？え？何？どうしたの？さっきからぼーっとして。ちょっと気になることがあって。ねえ、聞いた？一ノ瀬さんのこと。なんか行方がわからないらしいよ。先生が慌ててた。怖い。もしかしてひな子？ごめん、サラサ、ちょっと用事ができた。また明日。ちょっとひな子、ひな子！まさか、ユズとライムが一ノ瀬さんに何かしたんじゃ。あれは一ノ瀬さん！何か様子が変だ。追いかけよう。ここは。
の感情けど、なんかいつもと違うような。うん、あっちゃんの感情に引きずられてゾーンが混ざり合ってるみたいだね。ユズ、それにライムもいつの間に。前に指輪同士で力がリンクしてるって話をしたでしょ。少し離れてても誰かが顧問に入れば他のみんなもリーブできるの。そうだったんだ。このゾーンはそれぞれの感情の境目みたいなものなの。今回のあっちゃんみたいに複雑な感情を抱いてたり自分のことがわからなくなったりしてると発生することがあるの。どういうこと？一ノ瀬さんの感情が顧問をおかしくしてるって、あなたたちが一ノ瀬さんを連れ込んだんじゃないの？違うよ。ライムたちも彼女を探しててようやくたどり着いたの。どういうこと？説明は後。今はあっちゃんのフラグメントを探そう。あ、わかった。始めよう。どうしよう。いつも通り落ち着いて。次はどうしよう。行くよ。よし、どんどん行こう。魔法を出すよ。攻撃開始。頑張っていこう。ストライク。余裕余裕。あれかな。
にしてなきゃ。お父さんに心配かけちゃダメ。いつまでも夢を追いかけてちゃダメ。ちゃんとお父さんの前ではいい子にしてないと。これは昨日の。あ、ひょっとしてあの時の男の人って一ノ瀬さんのお父さん？ひなちゃん！まずは魔物を倒そう！わかった。ダメージが大きすぎて自分で修復できないんだと思う。じゃあ急いで固定化しないと。ううん、今のまま固定化すると暴走した状態のままになっちゃう。そんな、じゃあどうすれば。ひなちゃんが直接あっちゃんを癒してあげて。私が？フラグメントは思いのかけら。暴走を止めるにはその感情を抑えてあげればいい。魔物も倒したからしばらくは時間を稼げるはず。ひなちゃん、急いであっちゃんを助けてあげて。でもどうやって。大丈夫、今までと変わらない。アコちゃんの気持ちになって話をしてあげればいい。今までだってちゃんとできてたし、ひなちゃんなら大丈夫だよ。ユズ、ライム、さあ戻りましょう。うん。私には夢がある。でもお父さんの前ではちゃんとしなきゃ。けど諦めたくない。そんなに辛いならきちんとお父さんに言えばいいじゃない。でもそんなこと言ったらお父さんが。ずっと一緒にいる家族なんだから本音で向き合わないと。アコがどう思っているか、何を悩んでいるか。いい子のふりしたってどこかで行き詰まるだけだよ。それにまだお父さんと話もしてないんでしょ。話してみないと本当のところは分かんないよ。私だっていろいろと誤解してた部分はあったし。
そっか。そうだね。フラグメント。無事に回復したから出てきたみたい。ひなちゃん、急いで固定化して。うん。指輪だ。あっちゃんがひなちゃんに心を開いてくれた証だね。また一人仲間が増えたね。あれ、私いつの間に学校に。白井ちゃん、それに師匠さんたちも。その指輪は？それはあこちゃんの指輪だよ。え？いいからつけてみて。おお、ちょっと。なんか記憶が流れ込んでくる。え？言ったでしょ？指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまりフラグメントの記憶も統合されるってことだよ。あくまでフラグメントの記憶だから一部分だけだけどね。共有されるって、まさか。ああ！白井ちゃん、やっぱり魔法少女だったんじゃん。やっぱり、このままじゃ記事にされちゃう。アコ、そのことなんだけど。大丈夫、記事にはしないよ。本当？だって白井ちゃんには助けてもらったし、友達だからね。秘密にしておくよ。ありがとう。けど魔法少女なんて本当にいるんだね。そんなファンタジーな存在がいるなら、私がジャーナリストになるくらい全然普通だし、お父さんも説得できそうだよね。ジャーナリストになるのが夢だったんだ。別に反対されるような職業でもないと思うけど。フリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの。紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていくつもり。それは普通に反対されるよ。そういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね。結構お堅い仕事してるの？別に仕事自体は固くないかな。あ、いろいろ上下関係とかは厳しいみたいだけど。この人だよ。ん？これって昨日ニュースになってた大物歌手の。って、え？うん、私のお父さん歌手なんだ。